いつもご覧いただきありがとうございます。本日はサロンド M 様のお誘いでハムバラチャレンジスタート。行ってみよう。こちらの材料で作っていきます。新玉ねぎスライスします。甘くて美味しいです。そして新キャベツ、ふわふわしてて美味しいです。そしてサニーレタスも旬なのでたっぷり使いたいと思います。ふわふわなサニーレタスをひいて新玉ねぎ、キャベツでハムバラをのせる土台を作っていきます。このように敷き詰めて、はい、ではロースハム作っていきます。柔らかい薄いハムなので何重にも重ねてこのような形にしています。できるかどうかドキドキしています。ではひっくり返して、なんとかできました。そして次はちょっとお色目の違うロースハム、種類の違うロースハムで作ってみます。ピンク色が薄いので違ったイメージのバラができるかなと思います。そして2つ目ができて、次スモークサーモンもご用意しておりましたが、少しスモークサーモン難しくってそれは適当に入れました。あとトマト、イタリアンパセリを飾っていきます。いろんなカラフルな野菜を入れて、ちょっとこんな感じに出来上がりました。いかがでしょうか。そして我が家ではオリーブオイルとポン酢をかけていただきます。トーストとクリームチーズ、さあいただきます。とってもカラフルなので見た目にも爽やか。ごちそうさまでした。いつもご覧いただきありがとうございます。たくさんのコメントも感謝して拝見しております。